はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。フラワーナイトガールのガチャのみを見ているというような方はお久しぶりになってくると思うんですけれども、本日はね、喋ってんな加齢石がなど250個貯まりましたので、回していきたいと思います。今回のイベントの、俺この子好きだね、いいですね。俺はこういう子いいと思うんで、記念にね、これは配布キャラクター、イベント配布キャラクターなので、もう取ったし、もう好感度も100にしたんですけれども、もう好感度も100にはしたんだけれども、いいキャラありがとうということで、ガチャ、こちらの方、回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今、フラワーナイトガールはね、無料一連ガチャとかも毎日やってるみたいなんで、まずはチケットの方回していきたいと思います。おっと？最近止まるんだよな。これ、ファイアフォックス？みんなファイアフォックスで結構止まる？あ、停止した。ちょっと、リログ。リロードしたら治るんだけど、なんか結構ファイアフォックスのせいなのか止まることが多いんですよね。いやー、ちょっと俺はファイアフォックスメインでやってるんで、なんとか直してくれると嬉しいところでございますけれども、ガチャの方回していきます。チケットが9枚と加齢石が250個、とりあえずこの9枚回してからどのガチャを回すか、考えていきますわ。さあ来い。はい、銀金、金、金、おっ、金、いきなり金、幸先。いいっすよ。お、あ、カトレアだ。これ、かぶりかな。かぶりだね。かぶっちゃったね。カトレアか。まあ、といったところで、さあ、ここで石で回していきましょう。何がいいかな。何狙おっかな。この子がさ、この新追加キャラのさ、このミスミスおちゃんがさ、デフォでパンツ見えてんだよな。デフォでさ、パンツが見えてるんですよね。多分見せパンだと思うんですけど、見せパンの下にパンツ履いてでもしないと、この服で歩くのは難しいだろうというような感じなんですけれども、これにするか。戦闘中自身が攻撃を行った後、自身はパーティー総合力の 20% を攻撃力に変換し、これなんかよくわかんないけど強そうよくわかんないけど強そうなので、このミスミスを狙って50連回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、虹欲しいね。虹5人で固めたいよね、フロントラインはね。さあ来い。銀、あー銀かー。あー、でもなんか花騎士のガチャって楽しいよね。この虹が来た時の感覚、俺虹の来た時の感覚知らなかったけど、ここに虹が来たら、おおおみたいな、嘘だろみたいな。おっ、金、あー金か。まあ、金ですよ、金。お、新キャラかな？これ新キャラだね。いいですね。これもなんか今回の教師イベント結構厳しい子多いよね。イベント見たけど。結構厳しい子が多い。君たち厳しいねっていう感じ。さあ。いや、欲しいな、星6。に、銀。銀！金か。金が出てるとな、かぶっちゃいそうで。お、に、新キャラだ。いいね、いいね。新キャラ2人。おっぱいでかいし。おっぱいギューって言ってる。ちょっとここまで狙われると俺違うんだよな。俺、気難しいやつだからさ。ここまで狙われると、ん？っていう気分になる。俺の、この気難しい部分感じていく。銀。金！ああ、銀か。こっからさらに虹になったりすんのかな。お、新キャラだ。すごくない？俺今日運良くない？よくわからんわ。さあ、最後の10連。いや、虹が欲しい。虹が欲しいね。虹が欲しいです。まあ、でも、正直、イベント配布キャラが可愛すぎてさ。正直もうイベント配布キャラが来てたから、もう俺の中ではね、何が来たとしてもこのキャラが一番だったかな。ちょっと後でこのキャラ強化するわするんだけれども、今回、入手したキャラクターとしては、最近入手した順ってできるかな。あった。最近入手したキャラクターとして、ここら辺ですね。新キャラと、これも新キャラかな、多分。コマクサと、おっぱいの子と、カウスリップと、リシアンサス、この3人が入手できましたということで、なかなか、あ、これもそういえば出てたね。カトレアの水着もね、これはかぶってんだけど、後で食わせておきますわ。俺の中の一番のあたりはこれですね、というようなお話でした。僕の
石250個使ったガチャはこんな感じでしたよというようなお話でした。それじゃあ皆さん、また次のカレー席がたまった時にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。